さあ改めて青木真也が日本の大晦日に帰ってきてくれました。分かんないですね、この試合本当に青木選手の圧勝なのか、はい、トシ選手が何かをやってのけるのか、青木選手のセコンド、パラソルの中井勇希先生と、はい、あとパンクラ奏者の佐藤武則選手、ついてましたね、清高選手ですね、クラブ東京 MMA。 さあゴングが鳴りました。トシ選手はもう組ませたくないでしょうね。そうですね、あの桜井マッハハヤトから、あーちょっと待ってください、今ですね、膝が急所に入ってしまいましたね。まあ、どうしてもこうね、サスポートオーソドックスがいう、そうですね、喧嘩打つになるとああいうことも起こり得るんですが、さあタックル入ってくる。あのかなりマッハからですね、細かい引っ込んでいきます、ね、青木。細かい沖対策を伝授されたと自信があるというふうに話していた都市なんですが、早くも三角締め、これはどうだ、さらに肘を使ってくる、今回 IGF MMA を決めていった、そして腕を決めていった、